最近ハマってるフルーツスムージーがあんだよね。あんたも飲む？あ、待って、ほっぺにまつげついてる。うん、もう大丈夫。私のメイクを喜んでくれる人がいる限り、仕事は続けるつもり。この口調？周りが女ばっかだったから自然になったのかも。マジウケる。あんたの話って本当面白いよね。最近は男でも美容に気をつける時代なのに、無頓着なやつ多すぎ。私がアドバイスしてんだから、あんたはもっと自信持ってね。体で気になることがあるなら、うちのエステに相談しにおいで。私は手が商売道具みたいなものなんだから、球技とかはパース。